怪物チームになったからには遠慮なく狩らせてもらう。悪く思わないでくれよ。随分とやる気みたいだな。それなら俺も真剣に相手をしよう。覚悟はいいか？さて、どう立ち回るのがベストかな。盾ごとを守るなんてカリムの世話に比べたら簡単なことだ。あいつと違って盾ごとは好き勝手動かないからな。昔怪物役の生徒が反撃したことでこの行事が生まれた。まあ気持ちはわからないでもない。このまま気配を消して近づけば農民チームを出し抜け。うん？虫？うわ、あっち行け。あまり目立つような真似はしたくないが、何もせず負けるつもりはない。この服を着れば気配が消せるらしい。誰にも声をかけられずに済むなら集中したい時に重宝しそうだ。正面から勝負するのが賢いとは限らない。漁夫の利という言葉があるくらいだしな。ルーク先輩は何を考えているかわからなくて不気味だ。策を講じても斜め上の行動される可能性が。フロイドが敵チームなの厄介だ。味方なら頼もしいが、いや気分屋だから同じチームでも面倒かな。フッ俺が考えなしに敵である君の前に姿を現すと思うか。